どうも、皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、JAL マイルを貯めるクレジットカードとして、優秀なセゾンカード2枚、こちらをね、比較、やっていきたいと思います。本日はこちらの2つのクレジットカードですね、私両方と思ってるんですけども、セゾンアメックスプラチナビジネスと、セゾンアメックスゴールドですね。でまずね、プラチナビジネスカードとゴールドカードを比較するって、まあ、おかしいじゃないですか。まあというのもね、なんですか、クラスが違いますよね、ゴールドカードと、プラチナカードということで。ですけども、プラチナカードとゴールドカードね、まあ、比較する理由なんですけども、この今日ね、紹介するこのセゾンアメックスプラチナビジネスのカードですね。セゾンアメックスプラチナビジネスなんですよね。でこちらには普通のセゾンアメックスプラチナカードっていうのがあるんですよね。セゾンアメックスプラチナカードとセゾンアメックスプラチナビジネスなんですけども、両方とも年会費は2万円なんですよね。で、プラチナビジネスと同様に JAL マイルを貯める、最高還元率っていうのも、出すことができるんですけども、プラチナカードとプラチナビジネスで両方ともね、初年度から2万円の年会費がかかるんですけども、このビジネスカードの方は年会費のね、割引があるんですよね。年間200万円使うと翌年の年会費が1万円に下がるっていうね、プラチナカードなんですよね。プラチナの方はですね、こういう割引は一切ないんですよね。もちろんね、このプラチナカードの方には独自の特典がね、まあ、いくつかあるんですけども、手荷物宅配がついてたりとか、海外旅行保険の家族特典がついてたりとかするんですけども、まあ、年会費だけで見ると、このプラチナカードとプラチナビジネスの場合、プラチナビジネスだと、まあ、200万円使うとね、翌年の年会費が1万円割引になりますんで、年会費が1万円のクレジットカードになるんですよね。そうすると、セゾンアメックスプラチナビジネスと、セゾンアメックスゴールド、まあ、こちらね、年会費が、まあ、同じになるわけなんですよね。まあ、両方ともね、1万円なんですよね。まあ、こちらで初年度、無料だったりするんですけど、まあ、2年目以降は、まあ、年会費がともに、1万円になるクレジットカードなんですよね。ということなんで、今回ね、この2つのクレジットカードをね、比較やっていきたいと思います。こちらね、プラチナカードのビジネスなんですけども、セゾンのね、プラチナビジネスカードはですね、誰でも発行することができますので、普通の会社員の方でもね、発行することができますし、まあ、昨年ねポイントサイドの案件でね、かなりお祭り案件になったんですけども、まあ、主婦の方とかでもね、審査通ってる方とかもいらっしゃいましたんで、かなりクレジットカードの審査自体はね、かなり緩いっていう感じになるんですよね。それではですね、セゾンアメックスプラチナビジネスと、セゾンアメックスゴールドの比較に入っていきたいと思うんですけども、基本スペックね、出しておきますけども、一つずつね、解説させていただくと、先ほど言った通りね、セゾンアメックスプラチナビジネスの方は初年度は2万円の年会費がかかります。それに代わって、ゴールドの方はですね、初年度年会費無料っていう風になってますんで、まあ、1年目はね、年会費に関してはかからないっていう感じなんですけども、先ほど言った通りですね、プラチナビジネスの方は1年間にね、200万円を利用すると、まあ、翌年の年ね、年会費1万円の割引は受けることができますんで、まあ、セゾンアメックスゴールドのね、2年目以降は、年会費がね、同じになるっていう感じなんですよね。次にね、還元率なんですけども、基本還元率は2つともね、同じっていう風になっております。ですけども、この JAL マイルを貯める、還元率については、セゾンマイルクラブっていうものをね、申し込みが必要っていう風になります。まあ、これをね、申し込まないと、セゾンアメックスカードって、JAL マイルを貯めるね、還元率のいいクレジットカードにならないので、まあ、どちらの場合でも、申し込みは必要っていう風になります。でセゾンアメックスプラチナビジネスの方は、こちらのセゾンマイルクラブ年間4000円がね、無料っていう風になっておりまして、一方ねゴールドの方は年間4000円がね、初年度からねかかってきますんで、まあ、初年度年会費は無料なんですけども、こちらのセゾンマイルクラブの費用がね、かかってくるっていう形になります。でこちらの JAL マイルを貯める、最高還元率なんですけども、1.375% をね、貯めれる、クレジットカードっていう風になっておりまして、こちらに関してはセゾンプラチナビジネスでもセゾンアメックスゴールドクレジットカードでも、まあ、どちらでもこの 1.375% っていうね、還元率を、出すことはできます。
詳しい内容なんですけども、セゾンアメックスプラチナビジネスカードのね動画を先日出しましたので、まあ、そちらでね解説入れておりますんで、 JAL マイル 1.375% の還元率を上げる方法っていうのはね、そちらを参考にしていただけたらなと思います。次にね、海外旅行保険ですね。海外旅行保険はねどちらも、充実してるねクレジットカード2枚になるんですけども、プラチナビジネスの方はですね、家族特典っていう、家族の保証がありません。一方ね、こちらの、ゴールドカードの方は家族特典もね、自動付帯で入っているクレジットカードっていう風になりますんで、海外旅行保険に関してはセゾンアメックスゴールドの方が、優秀っていう感じになりますね。次にね、空港ラウンジですね。まあ、空港ラウンジはどちらもね、ゴールドカード以上のね、クレジットカードですので、クレジットカードのね、ラウンジが、入ることができます。次にですね、セゾンアメックスプラチナビジネスの方は、まあ、こちらプラチナカードということで、コンシェルジュっていうね、大きな特典が一つあります。こちら24時間365日ね、コンシェルジュサービスっていうのがこうついてまして、まあ、レストランとかホテルとかね、航空券、手土産、ギフトとかね、中にはですね、ゲーム機は売ってる場所をね、聞きましたみたいなね、そういう話も聞いたことがありますんで、まあ、こういうね、コンシェルジュデスクっていうのはね、あるっていうのがセゾンアメックスプラチナビジネスの方になります。一方ね、このゴールドカードの方にはコンシェルジュのサービスはついておりません。セゾンアメックスプラチナビジネスの、このコンシェルジュなんですけども、こちらはセゾンが発行している、クレジットカードっていう風になっておりますんで、このコンシェルジュ自体もアメックスのコンシェルジュではなくてセゾンのコンシェルジュっていう風になりますんで、アメックスのねプロパーのアメックスのコンシェルジュってね、すごいね、断らないことが有名みたいな感じで、結構ね、いろんな要望をね、聞いてくれるようなね、話を私自身聞いたことがあるんですけども、まあ、こちらの、セゾンアメックスプラチナビジネスのコンシェルジュデスクはですね、こちらセゾンがやっている、デスクっていう風になりますんで、そこはね、アメックスプラチナとかのね、デスクとは違うっていうところだけね、覚えておいてください。まあ、どのぐらいね、差があるかっていうのはわかんないんですけども、まあ、私自身ね、一回ニューヨークのレストランでね、予約、結構有名店を、予約をお願いしたんですけども、ちょっと残念ながらできませんっていう感じでね、断られてしまったんで、まあ、国内だったらね、結構融通効くのかもしれないですけども、海外とかのね、レストラン、まあ、コンシェルジュの方が言っている感じからすると、特定のね、有名店だと、ちょっとこちらではなんともできませんっていう話みたいで、ジャンルでね、こんな感じのお店みたいな感じで指定していただけると、まあ、海外でもね、コンシェルジュ経由でね、予約することも可能ですっていう話だったんで、やってくれる範囲っていうのは違うっていうことだけね、覚えておいていただけたらなと思います。次にね、プライオリティパスなんですけども、まずこちらの、セゾンアメックスプラチナビジネスの方は、無料で回数無料で入れるねプレステージ会員っていうのがもともと付帯しております。ですので、まあこちらカード発行してね申し込むだけで、何回でも入れるねプレステージ会員のプライオリティパスがね発行することができます。一方ですね、セゾンアメックスゴールドの方はこちらね結構知らない方いらっしゃるみたいなんですけども、こちらはですね追加で1万円の追加料金を払うと、プライオリティパスのねプレステージ会員を申し込むことできるんですよね。ですので負担がないっていうよりかはプラス1万円でプライオリティパスのね、プレステージ会員がね申し込めるっていう風になっております。プライオリティパスのねプレステージ会員って本来430ドルぐらいするね、結構高いものなんですけども、1万円でね、申し込むことができますんで、まあ、そこまでね悪くはないかなっていう感じがしますよね。でちなみにですね、こちらの、セゾンアメックスプラチナとかゴールドについてくるこのプライオリティパスなんですけども、まあ、こちらのクレジットカードは先ほど言った通りねセゾンのクレジットカードなんですよね。まあ、アメックスのね国際ブランドがついておりますけども、発行している元は、セゾンのカードっていう風になりますんで、プロパーの、アメックスのプライオリティパスっていうのは残念ながらね、プライオリティパスのレストラン特典っていうのがいつだったかな、昨年ね対象外になってしまったんですよね。プライオリティパスってラウンジが利用できるところとレストランが利用できるっていうところはね結構あるんですけども、まあ、日本でいうと、まあ、一番有名なのは関空のボテジュ、まあ、こちらねプライオリティパスを持ってるとね利用できるっていうのは結構有名なんですけども、アメックスのプロパーのカードの、プライオリティパスはこちら利用することはできません。その点ね覚えておいていただけたらなと思います。
セゾンアメックスプラチナビジネスゴールドに付帯してくるプライオリティパスに関しては、問題なくね使うことができますんで、その点覚えておいてください。次にね、手荷物宅配なんですけども、セゾンアメックスプラチナビジネス、こちらの方は手荷物宅配がプラチナカードでビジネスカードなのになぜかついておりません。これね、なんでかわかんないんですけど、ついてないんですよね。一方こちらのセゾンアメックスゴールドの方は、羽田空港も対象の手荷物宅配ね、帰国時のみですけども、利用することができます。次にね、ホテル特典なんですけども、こちらもあんまりね知られてないサービスなんですけども、タブレットプラスっていう特典がね、このセゾンアメックスプラチナビジネスカードにはついております。こちらはタブレットプラスっていうものに、無料で登録することができて、そちらを経由して予約をするとですね、ホテルの特典が受けれて、こちらね、特典自体はホテルによってね違うんですけども、ウェルカムドリンクとか、客室のアップグレード、朝食とかね、そういうサービスがねホテルによって違うんですけども、受けることができます。ちょっとねこちら詳しい内容はですね、単独でねこの特典の動画出しておりますんで、そちらね見ていただけたらなと思うんですけども、ホテルのねステータス SPG アメックスとかもね保有してないよっていう方はですね、こちらの特典はねかなりね使えるんじゃないかなって個人的には思います。いかがだったでしょうか。今回はこちらのね2枚のクレジットカードを比較させていただきましたけども、結論をね、簡単に言ってしまうとですね、利用する方の、年間の利用額が200万円超えるかとか、どこをね充実させたいかによって選択変わってくると思いますんで、皆さんね保有を検討されている方は、どこがね自分が欲しい特典なのかっていうのをちょっと検討していただいて、発行していただけたらなと思います。で、最後になんですけども、今ねこの2つのクレジットカードですね、先日こちらのセゾンアメックスプラチナビジネス自体の個別の動画を出させていただいたんですけども、そちらでも言ってる通り、今現時点ねクレジットカードのこの両方の、ポイントサイトの案件がポイントサイト EC ナビで、こちらが2万5000分こちらが8000分だったかな、案件出ておりますんで、ちょっとね獲得条件はあるんで、獲得条件確実に見ていただきたいなと思うんですけども、一応案件自体はねありますんで、このねセゾンアメックスプラチナビジネスの方はいつだったかな、結構ね1ヶ月ぐらい案件で、ね、ずっと1ヶ月も言い過ぎから2週間以上はね確か出ている、案件自体今出てるんですけども、どっちかというとこちらセゾンアメックスゴールドの方は今ね8000分のポイントで、案件出てるんですけども、なかなかね8000まで上がるってなかなかないクレジットカードだと思いますんで、もしね発行検討されている方はね、この機会に、狙った方がいいんじゃないかなと思いますんで、ポイントサイトもね一応概要欄に載せておきますので、発行検討されている方は、経由してね発行すると獲得条件を満たせばね8000分のポイントもらえますんで、そちらも取りこぼさないように、発行していただけたらなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルではですね、こういった、マイルに関すること、マリオットボンボホテルのこと、プラス、クレジットカードお得情報とかね、そういうことを、発信させていただいておりますんで、もしよかったらですねチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。